b t 1 2 FLEET w i n g XBT-12、フリートウィングス BT-12 BT は、フリートウィングス社がアメリカ陸軍航空軍向けに製作した前、金属製の単用基本練習機である。契約が発揮されるまでにわずか24機が製造されただけで終わった。第二次世界大戦が勃発した当時のアメリカ陸軍航空隊は、 大規模戦争への準備が不十分であった。できる限り多数の航空機を入手することに傾注していた陸軍航空軍はステンレス鋼を薄いた製造業者であるフリートウィングス社と単用の基本練習機製造の契約を締結した。試作機のモデル23は1939年中に XBT-12 として発注された。x b t は プラットホイット 2R-985、アン -1 はスプジュニアエンジンを搭載し、固定式のオーリン式膠着装置を持つ、全金属製の型持ち式低翼端容器であった。教官と訓練生は一体型キャノピーの中で、おのおの独立して、タンデムに配置されていた。本機は、主要部分を溶接ステンレスコーで製作するように、意図された最初の軍用機であった。 1939年終わりに始まった XBT-12 の評価試験の後に BT-12 と命名された量産型176機が発注されたが、バルティ b t 1 3の方が好まれて契約がキャンセルされるまでにわずかに1942年に1機、1943年に23機の計24機が納入されただけであった。出店 ザイラストレーテッドエンサイクロペディアオブエアクラフト1985オルビスパブリッシングオルソー初言性能ありがとうございます